崎大島の、ね、これはね、柏崎灯台というところです。大島、紀伊大島かな。はい。ちょっと待ってくださいね。ずっとカメラ回ってます。あのね、こちらがね、あの、串本の方なんですよ。さっき言ったとこはね、これのもっとずーっと左側なんですけども、この島にあの、橋を渡って。あやねちゃん、ちょっと、ね。はい。あやねちゃん。あやちゃん。こんにちは。こんにちは、あやちゃん。こんにちは。うん。お父様、はじめまして。はじめまして。こんにちは、アイス食べてる。トルコアイス買ってもらった、よかったね。そうですね。そうですね。中にね、中にガラスの灯台。そんなに大きくないけどね。ここにいるんですよ、今、ここ。あ、有名なやつ、これ。有名なトルコの船が。ああ、ええ、有名ですよね。これで日本とトルコは仲良しになったんですよね。すごいですね。銅像というか、花が咲いてる。私は英語がダメです。日本語喋れる人は英語ができますから、基本的に。そうらしいですね。そうなんですよね。そうなんですか。そうです。日本語でおしゃべりの人はバッチリ大丈夫なんです、うん、そう。ここでおしゃべりの人はバッチリ。ここが噂のトルコアイスのお店です。おお、うん、ここはトルコのね、いろいろ民芸品も売ってあるんです。ああ、本当だ。あ、なんか素敵。あら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 、いいね。いいでしょ。うん、ほら、ガラスのね、まあ、女の人はこういうの好きだね。うん、好きですね。あらあらあら、あらー。ちょっとお店の中、見せてもらっていいですか。いい、あった、これ。はじめまして。これ、止まって。止まってよ。水色のガラス玉映して、そっちじゃない。反対側。こっちじゃない。どこ、これ反対側。これのね、キーホルダーみたいなやつ。ちょっと言うてよ。回りすぎ。左。これも。左。あれ、これも陣地の目。なんかみんなすごく素敵。有名なんですよ。あ、そうなんですか。本当。陣地の目っていうの、これ。うん。知らなかった。本当。いや、それは面白そう。素敵や。色見してください。まあ、いいな。色。了解。あら、ずいぶん素敵なものがいっぱいあるね。喜んでる。そう？はい。Yes, it's so nice to see you. Yeah, I'm meeting you. Yeah, I am in Tokyo now. Right now. So I came here for my business, so because I'm designer. So I design all my production carpets all, so I sell everywhere, like Takashimaya Diamond. So if you can edit me online, so we can talk to my online, okay? Okay, thank you. Okay, so. Nice to meet you, see you, then bye. なんかすごい話せそうなマスターやね。そう、いい人ですよね。そうやね、うん。バーチャルフォートウォークで出会いがありましたね。ありましたね。ここが、トルコの、エルツグルル号の、ジュンラン共和国のムスタファ・ケマル・アタテュルク初代大統領が慰霊碑を建立して、トルコ共和国の資金により、1937年に完成された。だいぶ前ですね、1930年。昭和12年。はい、言うてます。だから僕にはすごいアイス悪かった。かわいそうに林さん。
そうよ。まあでもそんな感じですね。外国の人相談って多いですね。でも面白かったね。あのお店があったから湧いちゃったね。うん、そうやね。盛り上がったね。盛り上がりましたね、あれね。盛り上がりましたね。これね、大砲のマーク。大砲の形の献花台。ああ、なるほどね。本当にね、酔っ払って。これ。ここね、ほんまにね、うん、ここに一応まあこうやってチェーン貼ってあるんですけどね、チェーンをまたいで出ると、うん、ついてますね、うん、小さい子が滑っちゃったりとかね、本当にこれ危ないわ、これはちょっと危ないでしょ、これほら怖い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 ね、怖いね、これね、うん、こんなところで挨拶していいですかね。和歌山何度かまでいているので、近くで綺麗なとこあったらまたウォークしたいと思います。ありがとうございます。楽しい時間を一緒に持っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。